今や中国と同じくらいロシアは軍事行動が活発化しています。ウクライナ侵攻を宣言していますが、今後注視していきたいです。今回はロシアが国後島で軍事活動活発化を詳しく見ていきます。原子力潜水艦も海底に忍ばせています。海上自衛隊がここまで潜水艦関連技術を世界トップクラスへ保ってきたのもロシアの存在があるからです。中国とは別物ですよ。では、産経新聞が2022年1月13日に伝えるところによると、日本政府関係者からの話として、ロシアが北方領土の国後島周辺で射撃訓練を実施するとして通告を行ったとされ、これを受けた政府は外交ルートを通してロシア政府に抗議の意思を示したとしている。最近のロシアによる北方領土周辺での軍事行動は活発化する傾向が見られ、2022年が明けてからも北方領土周辺でミサイル発射演習などを行っていて、政府はロシア側が近年の東アジアにおける軍事的緊張の高まりを受けて北方領土の実効支配を強めることで存在感を示しながら中国を支援する動きではないかとみて警戒を続けている。ロシアが日本政府に通告した内容は、1月11日以降末日頃までの間に国後島の周辺で断続的に射撃訓練を実施するというもので、これに対して政府はロシア軍が北方領土で軍備強化につながる活動を実施することは受け入れられないとして強く抗議したとされている。第二次世界大戦以降、ロシアがクリル諸島、千島列島の一部であるとして不当な実効支配を続けている北方領土では、1月早々からロシア軍が活発な活動を見せており、8日には北方領土及び千島列島において高性能地対空ミサイル S-300V4 の発射訓練を実施したとして、ロシア軍で極東地域管轄の東部軍管区が発表している。ロシアメディアによると、領空に敵航空機が侵入した想定で、目標の探知、識別、追跡からのミサイル発射までの訓練であったとされ、2020年12月に、この射程約 400km とされる地対空ミサイル S-300V4 が配備された択捉島においても、訓練が実施されたと見られている。また、10日には、同じく、東部軍管区より、北方領土と千島列島において、1000人以上が参加する実弾射撃訓練が実施されたことが明らかにされていて、装甲車両や多種の装備を用いた大規模な射撃訓練であるとされているが、今回通告された射撃訓練は、これとは別の訓練と見られている。ロシア軍が2020年においても、択捉島周辺での軍事訓練を相次いで実施しており、2月と6月に大規模演習を実施しているほか、12月16日にも国後島周辺での射撃訓練を通告するなど、北方領土における軍備強化の動きを見せていた。また、12月14日にはロシア空軍の情報収集機 IL-20 機体識別番号 RF75936 などがロシア本土からサハリン上空を経てオホーツク海に入り、択捉島上空を南下して北海道釧路沖から福島県南部の沖合まで飛行したため、航空自衛隊が緊急発進スクランブルをかけて警戒。その後ロシア軍機は同じルートを引き返している。さらにロシア海軍も活発な動きを見せていて、2021年10月には中国海軍との合同訓練がウラジオストック沖で実施された後に、双方5隻ずつ計10隻の連合艦隊が津軽海峡から
太平洋に進出して、そのまま日本の東側を南下、伊豆諸島と小笠原諸島の間を抜け、大隅海峡を通過し、東シナ海に抜けるという、これまでにない動きを見せている。北方領土は、北海道の知床半島と根室半島の沖合にある国後島、択捉島、色丹島は、五枚群島の四つの島嶼で、第二次世界大戦後に、ロシアが自国領土として実効支配を続けていて、それに対して、日本が領有権を主張し、返還を求めて、領土問題となっている。かつて、近代以前には、アイヌ民族などの先住民が居住しており、1855年から第二次世界大戦が終わる1945年まで、1万7000人以上の日本国民が居住していたが、現在は、約1万8000人のロシア国民が占拠している。1945年に至るまで、ロシア、旧ソビエト連邦が北方領土を支配していたことは一度もなく、1855年に江戸幕府とロシア帝国によって締結された日露和親条約で、北方領土は日本領として確定され、その後1875年に大日本帝国とロシア帝国との間で結ばれた樺太千島交換条約において、日本は国後島から最北の浦内森島に至る千島列島全島を領有した。しかし、第二次世界大戦末期の1945年に、当時のソビエト連邦が突如日ソ中立条約を破棄して日本領であった南樺太、現サハリンや北方領土などへの侵攻を開始、日本がポツダム宣言を受諾して降伏した後も侵攻を続けた結果として占領を果たし、南クリル諸島、北方領土は第二次世界大戦の戦果として獲得したロシアの領土であると主張して、現在まで不法占拠を続けている。日ソ中立条約は、その規定によって、1946年4月25日まで効力があったが、ソビエト連邦は一方的にそれを破り、1945年8月14日に大日本帝国が降伏した後も、侵攻を続けて、9月5日には北方四島に上陸し占領したのである。その後1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約において、日本は千島列島の領有権を放棄したのであるが、この際に北方四島が千島列島に含まれるか否かについての解釈が曖昧であったことが、北方領土問題の一つの要因となっている。しかしながら、当時のソビエト連邦も、現在のロシアにおいても、サンフランシスコ平和条約への署名を拒否して調印いないため、ロシアは北方領土を自国領土とする主張を譲らないのである。そして、政治的にも、ロシアは活発で、プーチン大統領が2021年9月に北方領土での経済特区創設を表明していて、その際には韓国政府に北方領土への投資を呼びかけるなどして、経済活動も活発化させている。10月には、このプーチン大統領の表明を受け、ロシアのグリゴレンコ副首相兼官房長官とフスヌリン副首相が、択捉島を訪問、択捉島のインフラ整備状況の視察や、地元の実業家との会合などを実施した。ロシア極東のメディアによれば、両副首相に同行していた北方領土を管轄する。サハリン州のリマレンコ知事が地元実業家たちに対して、経済特区を設置することは、水産加工業や観光業に、運輸業などへの大きな強い刺激となり、クリル諸島の経済が発展することは、極東地域全体の発展の原動力となるだろうと述べたとされ、ロシアが北方領土開発を単独でも進める意思があることを、改めて鮮明に示した。
北方四島での共同経済活動については、日本とロシアの間で議論を重ねてきた経緯があるものの、進展が見られないことから、プーチン大統領が日本との関係が悪化している韓国を持ち出して、牽制をしたと見られているが、日本政府は、ロシア単独あるいは、主導の上での第三国による開発や投資は容認できないとしている。いずれにしても、北方領土に関しては、打開策として、歯舞群島と色丹島の西島返還の動きが見られた時期があったものの、現時点では、立ち消えになっていて、第二次大戦終戦から76年余の歳月を経た現在でも、日本とロシアとは、平和条約を結べない状態が続いている。ロシアが、近年、北方領土への軍備増強をアピールしている理由として、中国との連動を指摘する見方があるが、日本が敵基地攻撃能力を保有すれば、北方領土に侵攻してくるとの懸念を抱いていると見る向きもあり、北方領土問題解決の糸口が見えない以上は、さらにエスカレートする可能性が指摘されている。